おはようございます。本日1月の13日、書物の紹介させていただきます。今日も5分から10分程度でお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日の本の紹介はこちらになります。こちらですね。退散せよ、エセコンサルタントという形で船井幸雄さんが書かれた本でございます。船井総研の創業された方で、非常に有名な方でございます。私も船井さんの本は何冊か読んでるんですけど、こちらの方去年の秋口に私が初めて購入して読んだ本なんですけども、出版されたのは去年のですね、こちらは確か夏ぐらいだったんじゃないですかね。2010年7月の6日に出版されてます。ちょうど夏ですね、出された本でございます。ちょうどこれ船井さんがもう今、ほぼ現場から離れた形で今はもうやられてるんですけれども、やはり船井さんこれ本書かれてる中で一番のポイントとしては、やはりもう現場主義に徹底してくださいよっていうことが一番強く書かれているように私はこの本書物から学び取りました。コンサルタント、現場に勝るものはないですよっていうことなんです。机上の空論に任せて現場を見ないっていうのが一番リスクがありますよっていうことなんです。もちろん私自身もですね、いろんなセオリー、理論とかをですね把握した上でですね、現場の方出たりするんですけれども、やはり現場に勝るものはない。もちろん理論を前提に現場に出ることが大事だっていうのは私自身思うんですけど、この船井さんも特にもうお客様を見て、現場を見てっていうのが一番大事ですよっていうのが書かれてます。特にこの船井さんの言葉で感銘を受けたのはですね、社長さんに対してのコンサルティングやられてる時だと思うんですけども、社長さんが現場を見なくなったらもうおやめなさい、ビジネスやめた方がいいですよっていうふうに書かれてます。それだけ船井さん 何万件と、それこそコンサル何万件何十万件かなやられたかとやらコンサルティングやられてると思うんですけども、そんな中でもやはり現場主義に徹底することが大事ですよっていうことが書かれてます。それとそんな中でですね、私がこれ何ページかな、全てで240ページぐらいの本なんですけれども、将棋の羽生さんとの対談の中でポイントとしていくつかですね、目についたところを紹介させていただきます。羽生さんとの対談の中で船井さんがですね、これは素晴らしい、ここはもう本当のプロだっていう5つの点を挙げております。1つ目、難しい時は単純がいい、簡単な方がいいんだ、要はもうシンプルイズベストっていうことですね。シンプルで持っていくことが大事なんですよと。2つ目、直感はほとんど正しい、本当直感が大事なんですよ。3つ目、実体験が最も力をつける。4つ目、足跡や前例は得得しておいて普段は忘れていた方がいいと。5つ目、最後ですね、準備は十分にしておく。当たり前なようなんですけれども、本当これができずに悩んでいる方が多いんですね。シンプルイズベスト、直感が大事ですよ、実体験が最もものを言いますよ、足跡や前例は得得しておいて普段は忘れた方がいい、要は絶えず新しいこと、探求心を持って望むことが大事ですよということ、それで最後は準備をちゃんとしておくということなんです。そういった部分でですね、これあくまでも船井さんが書かれた、一個人が書かれた本なんですが、これどの業界どの方にでも絶対当てはまることなんです。本当現場主義に徹底して経験を積んで、その上で直感を大事にするんですよ。なおかつその上でも探求心を絶えず持って準備していくことが大事。これもう一つの本当プロセスっていう部分でも、コンサルタントの方以外にでもですね、普段のお仕事でもですね、絶対に役立つプロセス、考え方、もしくは行動力っていう部分で、私は非常にこの船井さんの本っていうのをお勧めさせていただきます。本当この退散せよ、エセコンサルタントという結構衝撃的な面白い題名の本なんですけれども、あらゆるビジネスされている方に対してこの考え方
ていうのは当てはまるんじゃないかなっていうのが私の今日の意見です。はい、そういった部分で本日1月の13日の書籍の紹介をさせていただきました。また明日ですね、この時間このような形で新たな書籍の方を紹介させていただきます。それでは本日1月13日皆様にとって素晴らしい一日になりますようお祈り申し上げます。失礼いたします。